もし小牧の駅で家康が負けていたら、秀吉の三河侵攻作戦をシュミレート。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、もし小牧の駅で家康が負けていたら、について紹介していこうと思います。秀吉と家康の全面対決となった小牧の駅ですが、実際には全国を巻き込んだ天下分け目の戦いでもありました。史実では、織田信雄が秀吉と講和し、はしごを外された家康が撤退したことで幕を閉じます。しかし秀吉優位のままで戦況が進み、家康が敗北した形となったなら、その後の状況はどう変わったのでしょうか。今回は小牧の駅で家康が負け、その後の秀吉による三河侵攻作戦までをシミュレートしたいと思います。尾張北部で両軍が対陣、小牧の駅始まる。ここからしばらくは史実に沿ってお話ししていきましょう。天正10年、1582年、山崎の戦いで明智光秀を破った羽柴秀吉は、一気に発言権を高め、続く清洲会議では、実質的な重臣筆頭となって、畿内の用地を確保しました。翌年には賤ヶ岳の戦いで、柴田勝家を破ったことにより、秀吉は織田政権の代行者として、実権を握るのです。ところが亡き織田信忠の遺志、三法師の後見人だった織田信雄は、秀吉が織田政権そのものを奪う存在として、警戒を強めていきました。さらに新秀吉派とされた家老たちを暗殺することで、ついに秀吉と信雄の関係は決裂したのです。そこで信雄が目をつけたのが、徳川家康の存在でした。家康は信長亡き後の混乱期に、甲斐や信濃南部を手中にしており、実力も申し分ありません。これまで中立的な立場だったものの、家康自身はいずれ秀吉との対決は避けられないものと感じていました。また家康、信雄を支援する勢力も活発に動こうとしています。四国の長宗我部元親、紀伊の雑賀衆や根来衆、越中の佐々成政、そして関東の北条氏政も加担していました。まさに秀吉包囲網を築いていたのです。一方秀吉サイドも対抗策を講じていました。讃岐では十河正康が健在で、長宗我部に対抗していますし、越後には上杉景勝がいて、徳川、北条を牽制しています。また関東の佐竹や宇都宮といった勢力も北条の背後を伺っていました。まさに日本を二分する騒乱が起ころうとしていたのです。天正12年、1584年3月、家康が率いる8000余りが清洲へ着陣。信雄の軍勢と合流しました。合わせて1万6000となります。家康は各地に抑えの兵を置く必要があったため、思いのほか少ない兵力で出陣しましたが、希望的観測もあったようです。名目上の主君である信雄が挙兵すれば、織田旧臣たちがこぞって馳せ参じるだろうと期待を寄せていました。ところが思うように兵が集まらず、池田恒興や堀秀政、森長吉ら、織田恩子の者たちが秀吉に味方したのです。さらに池田恒興が尾張北部の要衝である犬山城を奪ったことにより、家康らも対抗措置を取る必要に迫られました。かつて信長の居城があった小牧山へ進出して砦を築き、そこを本営にしたのです。徳川勢は幸先よく羽黒の戦いで森長吉を破って奇声を上げ、いよいよ迫りつつある秀吉の本軍を待ち構えました。一方大阪城を発した秀吉は3月末に犬山へ着陣。小牧山に対抗するべく無数の砦を築いて対峙する姿勢を見せます。そして各方面から馳せ集まった軍勢はおよそ10万。しかし多少の小競り合いはあったものの、
家康の戦上手ぶりを知る秀吉は手が出せず、家康もまた堅固な小牧山から降りることはありませんでした。戦術的勝利の家康と戦略的勝利の秀吉、さて睨み合いが続く中、先に動いたのは秀吉サイドでした。4月に入ると池田恒興が中入り作戦を進言したのです。家康がいない三河はがら空きのはず、そこをつけば家康とて動かざるを得ないだろうという考えでした。秀吉の甥秀次を総大将に、池田恒興、森長吉、堀秀政ら別動隊2万が西へ向かっていきます。ところがこの動きは家康に読まれていました。小牧山には抑えの兵を置きつつ、主力を持って羽柴別動隊を追跡したのです。まず織田、徳川軍は羽柴秀次に奇襲をかけて壊滅させ、続いて長久手では池田恒興、森長吉を捕捉して撃破、両者を討ち取りました。この敗戦で秀吉は容易に仕掛けることができなくなり、ますます戦況は膠着していくのです。戦術的勝利を得た家康はこの戦いを内外へ向けて宣伝したといいます。勢いを得た反秀吉勢力の動きも活発となりました。四国では長宗我部元親が祖豪正康を叩き出し、関東では北条氏直が7万の大軍を持って佐竹、宇都宮勢と戦います。京都でも秀吉の敗戦はまことしやかに伝えられ、一時は騒然となったとか。しかし秀吉も去る者、清須まで手が届かないものの、尾張北西部へ出兵して加賀野城や竹ヶ花城を次々に攻略していきます。さらに信雄の領国である伊勢方面へ弟秀長や滝川一政らを出兵させ、尾張と伊勢の分断を図りました。しかし信雄方の頑張りもあって、伊勢での戦況は進展せず、やはり膠着状態となっています。この頃の秀吉は各方面への特戦で暴殺されていました。小牧の陣で睨み合うばかりでなく、四国や紀州への対応に追われて各地を転々としています。一方信雄、家康も苦境に陥っていました。信雄は両国内を蹂躙されて明らかに疲れが見えていました。家康にしても前年から続く天災の影響で国内が疲弊しており、本来なら合戦などしている場合ではありません。一刻も早く立て直しを図る必要があったのです。こうして退陣すること半年、ついに秀吉サイドから和睦が持ちかけられ、11月15日には秀吉と信雄の間で単独講和が成立しました。一方はしごを外された形の家康は、戦う目的がなくなった以上小牧山に居座ることもできません。粛々と浜松へ向けて撤退し、長きにわたる小牧の役は終わりを迎えました。とはいえ家康が小牧山でずっと粘っていたとしても、おそらく最後は自利品になっていたことでしょう。家康の体調が悪化していたこともあり、きっと超人には耐えられなかったはずです。また軍勢の士気低下も深刻でした。このままでは兵の逃亡が相次いで戦えなくなる恐れすらありました。家康は局地戦で勝利こそ挙げたものの、結果的には戦略的敗北を喫しました。なぜなら秀吉の権力はなお盤石であり、何より信雄という強力な駒を屈服させたも同然だからです。史実より早く始まった奇襲四国征伐、ここまでは史実通りの展開で進めてきましたが、この時点での秀吉と家康は正式に講和を結んでいません。実際には信雄の家老だった滝川勝利が浜松を来訪し、そこで初めて講和という形になるのですが、もし家康が断ったならどのような展開になるのでしょうか。家康が講和を断る可能性はゼロではありません。
反秀吉派は各地で健在ですし、北陸や紀州、四国でも勢いは盛んでした。そして何より大きいのが、北条氏政の存在でしょうか。2年前の天正神武の乱で敵対したものの、家康は娘を北条氏直に嫁がせて、軍事同盟を結んでいました。これは大きな後ろ盾となるでしょう。そして秀吉に対して、誰よりも危機感を覚えていたのが家康です。秀吉ごときの臣下になるくらいなら、という思いもあったことでしょう。こうして講和の申し出を蹴った家康は、すぐさま領国の立て直しと軍備の拡充に勤しみます。道を整備し、城郭の改修や補修も進めていきました。この頃の家康は背中の腫れ物を患っており、思うようにならない体調で陣頭指揮を取ります。ところが家康が講和に応じないと見るや、秀吉の動きは活発となりました。再戦するからには失敗は許されませんし、時間の経過は徳川にとって有利に働くでしょう。秀吉はまず皇庫の憂いを断つべく、奇襲征伐の準備に取り掛かります。天正13年、1585年正月には、大軍を編成して泉へ攻め込み、その勢いのまま、雑賀衆を屈服させ、根来寺を炎上させました。さらに同時並行で四国攻めの準備を進めていた秀吉は、間髪入れず阿波へ大軍を上陸させます。伊予から攻め入った毛利の援軍もあって、5月下旬には長宗我部元親を降伏させました。家康が講和に応じなかったことで、史実より3ヶ月も前倒しで歴史が進むことになるでしょう。再戦準備を着々と進める秀吉と、対応を迫られる家康。秀吉はさらに政権を盤石にするための一手を投じます。四国征伐竹縄の時期に、近衛前久の有志となり、ほどなくして関白となったのです。豊臣の姓を賜った秀吉は、これで天皇から政治を委任される立場となり、かつての織田信長をしのぐ地位にまで昇進しました。これは指物家康も衝撃を受けます。秀吉包囲網が瓦解して手足を奪われた上に、天皇の権威をバックに討伐を受ければ、家康はすなわち朝敵となってしまうのです。とはいえ過去には、勝利すれば朝敵を取り消されるケースもあるため、一概に朝敵イコール滅亡というわけではありません。とにかく徳川の独立を保ち、豊臣に対抗できるだけの勢力を持つためには、北条氏との連携が何より肝要でした。一方北条氏政にしても思いは同じです。もし徳川が滅びれば緩衝地帯がなくなり、秀吉の影響が直接及ぶことは必定でしょう。ここは何としても徳川を支えつつ、一刻も早く関東地方を手に入れることが重要です。しかし秀吉の動きは早すぎました。天正13年、1585年の秋には、徳川追討の宣旨を賜り、諸大名に出陣準備を急がせました。その事実を知った家康は、三河地域で迎え撃つべく戦備を整えさせ、小田原にいる氏政に対して援軍を要請します。それにしても小牧の駅が集結してからわずか半年。その間に秀吉は紀州や四国を平らげ、関白にまで上り詰めたわけです。そうなると彼が率いる軍勢は天下の軍ということになり、もはや小牧で退陣した秀吉軍とは全くの別物でした。秀吉は美濃、尾張、伊勢一帯にある城郭を補給基地とし、大量の兵糧を集めさせます。さらに岩村城や清洲城、長島城などを前進基地にするべく、改修を進めさせました。やがて10月半ばになると、秀吉は満を持して大軍を発します。行軍中に合流した軍勢も合わせると、
その数はおよそ15万に膨れ上がりました。まさに関白の威厳を示す陣容だったことでしょう。一方尾張、三河の国境で迎え撃つ徳川軍の兵力は2万余り。そこへ北条氏直が率いる関東勢2万が加わります。佐竹、宇都宮や上杉といった脅威を抱える北条にとってそれが精一杯の援軍でした。西から豊臣軍がやってくることを想定した家康は、尾張との国境に近い刈谷城、七州城などを改修させ、さらには廃城となっていた安城城に砦を築いて兵を入れます。おそらく境川を防衛線として豊臣軍を迎え撃つ作戦となるでしょう。特に刈谷城は川を目前にした大地の西端に位置するため、守るのに適した地形となっていました。豊臣軍と徳川、北条連合軍が激突。その結末とは、敵を三河に入れさせたくない家康は刈谷城がある境川一帯に防衛線を構築しました。また徳川軍主力と北条の援軍も御詰めとして進出しています。一方豊臣軍は諸大名の軍勢を急合しつつ、美濃から尾張へ進出し、10月末から11月初めにかけて清須へ達しました。副将には秀長と秀次がつき、さらには毛利輝元、宇喜多秀家、筒井貞次、黒田官兵衛、戦国秀久ら、そうそうたる面々が脇を固めます。11月10日、豊臣軍の一部と徳川勢の間で戦端が開かれました。豊臣軍は境川を強引に渡過して攻撃を加え、徳川方の榊原康政と大須賀康隆が応戦します。鉄砲の射撃音と兵の歓声がこだまし、一気に戦場は混乱の巷と化しました。さらに豊臣軍は新手を繰り出し、徳川勢を押し込んでいきます。ここで家康は奇襲を繰り出しました。あらかじめ井伊直政の部隊を葦の茂みに隠しておき、敵の油断をついて一気に襲わせたのです。いきなり赤備えの攻撃を受けた豊臣軍は混乱しました。そして大損害を受けつつ川を渡って退却していきます。秀吉の子飼いの家来である一つ柳直末はこの戦闘で討ち死にし、所詮は徳川軍の圧勝に終わりました。家康の戦上手ぶりに秀吉も舌を巻き、成功法では刈谷城を抜けないことを確信します。すると水野忠重を呼んだ秀吉は、徳川の陣を抜くにはどこから攻めればよいかと問いただしました。かつて忠重は徳川の家臣だったものの、今では秀吉の直臣となっています。また刈谷城や小川城などの城主を務めていたこともあり、この付近の地理に詳しかったのです。では知立城を落とせば東から敵を崩せましょう。支流付近は境川の上流にあたり、川幅も狭くなっています。また敵の備えも緩くなっているでしょう。秀吉は早速秀長に別動隊を組織させ、11月12日には戦国秀久、藤堂高虎らを加えた4万が支流城の攻略に向かいました。ところが家康はこの動きすら読み切るはずです。小牧の駅と同じく伊賀衆を総動員して敵の動きをつかんでおり、動静を手に取るように把握していました。迎撃には安城付近に展開していた北条軍が向かい、支流城のあたりで秀長軍と激突します。しかし数で劣る北条軍は奮戦し、秀長軍は容易に突破できません。ここでも戦況は膠着しました。一方家康も粘っています。それでも豊臣軍を抑えつつ戦うこと2週間、ついに東の北条軍が崩れました。家康と氏直は協議の上、刈谷城を捨てて東へ防衛線を移すことを決します。さらに安城を放棄して
岡崎城まで下がっていきました。そして豊臣軍が岡崎城に近い矢作川まで迫ったのは11月29日のこと。すでに岡崎城は四股の間にあり、総攻撃が始まろうとしていました。いよいよ家康も万事休すかと思われたその日、戦場を大きな地震が襲いました。なんじゃ。秀吉は慌てふためいて身を隠すのが精一杯です。それは中部地方を震源地としたマグニチュード8の天正大地震でした。岡崎城周辺でも震度4程度あったらしく、石垣や建物の一部が崩壊したそうです。この地震は畿内、北陸、東海にかけての広い範囲に被害を及ぼし、沿岸部では大津波による死亡者が相次ぎました。また豊臣軍の前身基地だった清洲城は液状化の影響で使い物にならなくなり、長島城も倒壊、さらには大垣城までが全焼するというありさまです。こうなると戦うどころではありません。秀吉は生まれつき地震が苦手だったらしく、度重なる余震が恐怖心に拍車をかけました。そして畿内をはじめ各地の被害は思いもつかぬ、ここは一旦和睦して大阪へ戻るとして徳川方に講和を持ちかけたのです。これには家康も応ずるほかありません。こうして徳川は滅亡のピンチを免れ、秀吉の三河侵攻作戦は終わりました。後に秀吉に臣従した家康は、くしくも豊臣政権のナンバー2として歴史に名を刻むことになります。とはいえ、地震の起こるタイミングがずれていたら、おそらく家康は完全に屈服するか滅亡するかのどちらかでしょう。まとめ、テーマとすれば小牧の駅で負けていたらではなく、秀吉からの講和を断っていたらの方が正しいかもしれません。史実では幻に終わった三河侵攻作戦ですが、一部の研究者によると、小牧の駅が終わった後に秀吉は再び家康を攻める計画を立てていたそうです。ところが天正大地震によって計画そのものがなくなったのだとか。今回はその説をベースにイフストーリーとして仕上げてみました。それにしても天災というのは時として人の命運を狂わせるものなのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。